はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。4時半を回りましたね。1月は18日のサーズデーでございまして、どうなったでしょうかね。日経平均は動かずなんですけども、香港は結局、今101プラスですね。このまま逃げ切りますかね今日は。はい、まだ明日があります。今週はドル円は 147.875 と、ちょっと円高方面に戻してますけどね。ドルウォンはうにゃうにゃですね、1339です。はい、本題は中国でして、大期限にですね困難が載っています。景気低迷が続く中国、国有企業で大量に人員削減、もはや人減らししかないというタイトルでして、ちょっと読みますと、経済の急激な落ち込みが続く中国では今、北京市、四川省など各地の国有企業で大量の人員が削減されている。中国における国有企業とは、おおむね中国の中央政府及び地方政府が投資、設立した企業のことを指す。この国有企業のうち、国が全額出資した企業を国営企業と呼ぶ場合もあると。いずれにしても国有企業の経営は中共政府の意思と利益に基づいて決定されるそうした中共の国有企業で、現在大量の人員削減が行われている。本来禁じ手であるはずの労働者の首切りを中国共産党の企業は公然と行っているのだ。こうした事象はもはや遠くない将来、中国経済が多機能不全によって機能停止することへの顕著な前兆と見ることもできる。で、以下その食い切られた人の話がいろいろと載っています。国営あるいは国有企業というのはですね、多くの場合そのですね、利権みたいなもので、この利益を上げる構造になっているわけですね。ここに出ているのはですね、政府に軍備設備を提供するような工場とか、塩ですね、日本では専売公社ってありますけど、今日本タバコ産業ですけど塩を作ってる工場とかですね、5万人その塩を作ってる工場ですね、失われたとかですね。まああとはですね、やっぱり軍関係の国有企業、軍関係ってね需要は減らないはずなんですけど、なんでそこでですねこう売り上げが足りないからといって解雇するんでしょうね。中国では国営企業や中央企業であっても、タバコや石油、通信関係などの独占業種を除けば賃金は総じて高くないと。これに追い打ちをかけるように、各地では昨年から3ヶ月前倒しで旧正月休みの長期休暇に入った工場も少なくないと。お前らも休め、仕事ないねみたいなそんな感じでしょうかね。最後、出口の全く見えない苦しい現状がどの生産現場にもある。ちなみに2024年旧正月はの元旦は2月10日、迫ってきましたね。あと20日後ぐらいで、この前後がですね、人が動くんですよ。まあ日本でいや年末年始ですね、今年は8連休らしいですで、延べ9億人動くんちゃうかって言われてるんですね9億人、ちゃうわ、もうちょっと、2桁、90億人やったかな。つまり中国って13億人しかいないのに、なんで90億動くねんって。行って帰ったら、全員が行って帰ったら、それで26億でしょ。だから、全員がですね、どっか3回か4回ぐらい出かけてるんですかね。よう知りませんけど。多分9億人の間違いちゃうんかなと思うんですけどね。まあ、それはええとしまして、その前後に人が動きます。で、そこでですね、休暇があるんですけどもですね、もうそれを3ヶ月前からやってしまえっていうみたいなことをですね、やってる工場もあるということでして、割合ね、こう、経営が安定してるはずのですね、その、国営企業、国有企業でもですね、こうやって人斬りが始まってると。
ということは相当ね中国経済弱ってるというか物が動いてないと物が売れないということなんでしょうね。そもそもねバブリーに増やしてきたわけですよ。おらいけおらいけっていう感じでですねバブリーに増やしてきたわけでしてですねその無理が全部ですねツケが回ってきたというのが現状でしょうね。だから本来100しか需要がないところにですね俺は150やっつってその生産設備を作るわけですね。それでもですねそのまあなんとかうまくいってきたわけでしてですねそれがうまくいかなくなったのが今でして、そしたらどうしても150作れるわけですよ。ものがだから50分が余剰になるわけですね。そしたら生産能力を減らそうと、だから150分の50、まあ、3分の1の人いらん、木村クビみたいな、そうやって労働者がですね放り出されるわけです。で放り出された労働者にはですね仕事がないわけです。人切ってるとこばっかりで対応するというモードがないわけですね。日本でも2009年、リーマンショックの翌年ってねもう巷に労働者失業者が溢れましたね。まああれよりもっとひどい状態なんでしょうね今の中国っていうのは。もう2009年の時は本当にね中高年がね巷に溢れ、私の周りもいっぱいいましたよ。当時私は40ですね、7歳になる年ですね、46歳で7月ですから私は。ですけども本当にねみんな困った人たちが週に1人か2人は来てましたよ僕の事務所に。私のとこ来たら なんかね仕事を紹介してもらえると思ってるんですね。いやその 2,3 年前であればなんとかなったんですけど、もうあの時はもうそんな人を雇ってくれるようなモードの会社どこもなかったですからね。今の中国きっとそんな状態、そのもっと大きな状態なんでしょうね。そうなるとどうなるかっていうと失業者はやっぱしですねやることないでしょう、暇でしょう。だから反政府デモがあるなんていうことになるとそこにわーって行ったりするわけですよ。だから今の中国って人が集まらないように集まらないようにしてるわけですね。何か人が集まってしまうとそこで誰かがなんとかかんとか共産党なんかいらんわとか言い始めたら、ああそうやそうやとかってそうなるでしょう、なるのが嫌や、だからお前ら人集まんなみたいなことになってるわけでして、これ本当ある意味末期症状ですよね。何度も言いますけどこう中国の歴史の王朝が変わる時っていうのはですね必ず農民暴動が起こるんですよ。その農民暴動が起こることによってですね王朝が持たなくなるんですね。いわゆる無政府状態になるわけです。それでその流れの中で押し流されてですね王朝がこう消え去ると、いうことになります。まあ昔の流れでいけばですねこの流れに沿っていけば失業者たちがですね反政府暴動を起こしてですね、それがですね中国の中南海に押し寄せてですね共産党の幹部がみんな逃げ出してしまうみたいなですね、まあそんなことは起こりませんよ、起こりませんけどもイメージはそういう感じですね。今回は各地でですね何かそういうみたいな騒動、そういうみたいなみんなが集まってギャイヤギャイヤって、ね、言い出すみたいなことが起こるんちゃうのかなと。2022年のですね、年末11月頃からですね白紙運動って起こりましたよね。まああれは単純にですねゼロコロナやめてくれという運動やったんですね。でそれで、ですねあまりにも収まりがつかなくなってとうとうやめますってなって中国共産党がですね大衆に負けたというですね初めての事例ではないかなと思います。で今回、このですね職よこせっていうのとあと給料払えっていうのがですね大きな大きなですねそういうになる可能性はありますし、これはですねゼロコロナやめるよりかはですねもっと難しいことですね。要は解決のしようがない問題です、いつも言う通り今のこの中国の問題を解決できる唯一のですね解決方法はお金です。お金さえあればですね解決する問題なんです。しかしそのお金がないんですよ、ないんです中国政府には今ないからで人を切るわけですね。これをですねその最後の手段はお金を作るということなんですね。人民元をすりまくったらいいわけですけどそこに行くまでにですね行くのかな、あるいは行かずに終わるのかよう分かりませんけど、でも最後の最後はそれをやるんですね。
それをやるとハイパーインフレになって、さらに人々の暮らしが苦しくなるということになります。まあそこまでいくかどうかは分かりません。この大期限のですね、アドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。